ってくるよ。美しいイーハトーブの森にブドリという名の少年がいた。温かな家族と幸せな暮らし。しかし突然やってきた冷たい天災。あんちゃん、お腹すいた。さらに彼は愛する家族を奪われ、ネリ一人ぼっちに。ネリ、君を愛する人を守り。妹と故郷を救うため旅に出たブドリ。そこで待っていた。よし、俺についてこい。おいおい、だった。優しい人々と不思議な世界。さあ、お前も俺に手伝わないか。一人、しっかり仕事をするんだ。妹を探しているんです。待って待ってくれ。メリオ、メリオ返せ。ここの仕事はたくさんの人の命に関わるので、しっかり頼んだよ。あの恐ろしい寒さがまたやってくる。僕は今までたくさんの人に生かされてきた。ブドリ、ブドリ君、ブドリ、アンちゃん、その命をたくさんの人のために役立てられるなら。彼は未来を照らす光になる。グスコーブドリの伝記。